ばんは。こんにちは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんにちは、あるいはこんばんは。ありがとう。こんにちは、あるいはこんばんは。皆様お元気？私はお元気。お元気。よいしょ。はい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 。こんにちはだった。もうなんかね、やっぱこんにちは。ひー、こんにちはです。あ、ミッションしなきゃ。ミッションミッションしなきゃ。こんにちは。あ、ラスキの、ラスキの、こんにちは。ゆみりんがお昼のゲリラ配信をお知らせしますということで、こんにちは。私お昼のゲリラ配信です。実は昨日の配信を全部よく聞いてた人は、私が明日夜配信できないけど、まあ昼ぐらいにあるかなないかなみたいなのを一瞬チラッと言ったんですけど、本当に1回ぐらいしかやってないんですけど、2時間のうちの、はい、なのでなんかもしかしたらそれを思い出した方もいたりいなかったりですね。言ってたね。おお、ありがとうございます。ちゃんと覚えてた。マジ？それはすごいわ。それは完璧。はい、え、大ちゃんと聞いてた。本当に偉すぎ。そうなんです。あの、今日はこのお昼の時間にちょうどお昼だから、みんなもお昼休みとかなのかな、お仕事とかがね。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、もうちょっぴり時間が空くので、はい、配信しちゃえって感じです。ですって。からトロそばを食べます。よきね。お昼ご飯はですね、実はこの後ここに届いたり届かなかったり、お昼ご飯待ちです。はい、そう、お腹空きましたねっていう話をして、そう、あれを頼みました。もう
今日は何食べたいとかじゃなくて、あれを食べるかもうこの時間寝ちゃうかぐらいのテンションだったんですけど、私は食べるって決めたので配信をします。あのもし私が食べずに寝るっていう選択肢をしたら、配信、お昼の配信はなかったです。です。そう、あれね、そう、分かる方も分からない方もこの後届くので、まあお楽しみに、お楽しみに、それまでまったりしましょう。どれぐらいで届くんだろうな、聞かなかったな。頼んですぐ、じゃあの楽しみにしてますってこっちに来ちゃったから、そう、あれ町ゆみりん、そう、あれ町です。そう、睡眠時間、そうだからね、なんかモコモコしようと思ってちょっとモコモコパジャマを持ってきた。そのそう、今日ね持って帰れるかわかんないな。でもそう、プレゼントがなんかね、まだね見れてないのもあるって言ってたから、多分みんなが送ったやつが全部あるわけじゃないらしいんだけど、そうあって、私はそこにそう絶対モコモコがあるだろうなって思って行ったら、やっぱりモコモコがあって、モコモコって思って、ちょっとモコモコを、で私はちょっとこの休憩時間にモコモコ着ようと思ったんだけど、疲れ着てモコモコはちょっと、あ、カレーって言っちゃったねえ、言っちゃったねえ、言っちゃった、私のお昼ご飯言っちゃった、もう私こういうところなんだよね、そう言っちゃったカレーだと思ってましたそう、まあカレーなんですけど、大本クラッシャーそう、あ、受けてくれた、嬉しい、もう私を受けてくれたらもう何でもいいよ、ありがとう。 それでね、そうだからね、カレー食べるのにモコモコのパジャマはちょっと着ちゃダメだと思って、だけどもう手放せなくて、ちょっと持ってくるだけ持ってきて、ちょっとモコモコ しとく、ここで傷に持ってモコモコしてますすごい膝掛けみたいな感じで持ってるけど、そう実はモコモコパジャマです。これはこんな感じで、皆さんからのプレゼントはそうすぐいろんな形で使ったりしてます。そう皆さんの望む形かわかんないけど、こんな感じでもう全然頭が回ってなくって、あのだからね、ちょっと頭を回すためにちょっとカレーを食べないとと思って、しかもね、ちょっとこれは後で見てほしいんだけど、私ちょっとマネージャーさんに、これをトッピングしたいですって言ってそうトッピングをさせてもらいました。やったー、みんな拍手。はい、ということで、そうなんです、お楽しみに。トッピングバザイ、トッピングバザイ、やったね、やったね、トッピング。多分ね、1時までにはね来ると、よーしばしご歓談しとこ、ね、しばしご歓談タイムです。そして私、その新しい機能になってからこの時間に配信するのって初めてじゃないですか皆さんね。あ、でも私今日夜できないから結局一緒か。なんか今日の今のミッションは皆さん午前の部になります。そう、午前の部になります。あ、そうだから今日までにゴールドの人は今のうちに
ゴールドと言ったらいいよ。まあ、全然他のメンバーにとかもあれだけど、もし私にくれようとしてるなら、そう、今のうちかもしれないね。かわいい、ありがとう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 。ちょっとね、そう、嬉しい、ちょっとはぁ、あ、ホコホコしてる。もう毛布みたいに使ってるけど、これパジャマなんです。モコモコの、モコパジャ。あ、キラキラなりました、ありがとう。なんかね、ここの数字がどんどん増えていくよ、投げてくれたら。特に今イベントとかはしてないので、そう、あの、そうなんで、あ、ワンピースタイプの、そう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 、ワンピースタイプの、こんなに長い、今からの時期ぴったり、かわいい。ワンちゃんの、ワンちゃんだ、ワンちゃんのやつだ。ワンちゃん、ワンちゃんにして、もう寝よう、ワンちゃん寝よう、寝ようって言っちゃった。寝ないよ、寝ないからね、みんな安心して。私嘘だからね配信してるし、何よりカレーを待ってるから寝ないからね、おやすみ。だから、そう、カレーがなかったら私は寝てた、この時間。けど、そうなの。思想がさっきから漏れてるさそう、思想だだ漏れ。いや、それぐらいね、ちょっと今ね、頭回ってないんですよ。多分今住所と聞かれたらね、多分住所言っちゃう気がするぐらい、すごい頭回ってないです。危険だよね、こういう時に配信あんまり良くないんだけど、住所言っちゃったらね、ダメだし。今はどちらですか。まあ日本ですかね。日本に住んでます。だからカレーも言っちゃったのか。そう、だからね、カレーも言っちゃった。コンサートの追加情報とか、でもね、今以上の情報知らないかもな、私逆に。いろいろ知らないかも。だからね、そこは良い、不幸中の幸い、幸中の幸い。あ、今日瀬戸チャレ、今日瀬戸チャレ、そう、それでね、そう、それでね、あのね、私はもやし生活って言ってるけど、なんか、そう、今日はそう、カレーです。そう、自分で作るときはもやしわはは、お仕事でご飯を食べるときはなんか好きなものか、そこにあるものを食べます。髪伸びたな、私伸びたね。あ、マイチャイドル3日目、やったやったやった、嬉しいな、嬉しい。
ご飯美味しいね。ご飯美味しいよね、本当にね。明日からまたキャンペーン始まるね。そう、私のまた読みが外れて、次はね、あのシルバーウィークキャンペーンでございます。明日もね、多分私ね配信できないだろうな。できるとしたら、いや、明日の何時から？詳細なさ、ね、ほんとびっくりした。さっき見た、ブログ見たねーねー。11時からか。もし明日配信できたとしても、朝の5時からとかかも。だからなんか、そう、だから明日配信ができたとしても、シルバーウィークはにはなんないな。ね。って感じかな。そう。まだかな。ね。ちょっと待ち。カレーをもっとこのお部屋で、もう少しでカレーは来るはず。白い部屋に。緑のソファーが生えて映えて、君を乗せたカレーが近づくよ。 I can't stop loving カレー、愛は止まらない。離れ時が過ぎても愛は無し。 You again ただ食べたくて、それがカレーとの時、カレーの歌はね、よくカレーが食べたいときに歌うんですよ、私。そう、カレーを持つ。タッタッタラ、あたったったあら、タッタッタアレスケ、タッタッタアラ、アタッタッタアラ、アタッタッタアレスケ。まだかな。
もうちょっとしたら来るはず。みんな来たら拍手で出迎えましょう。時間が終わっちゃう。それは早せねば。でも着くかな、そろそろ。わからぬな。私は1時ぐらい、1時までに着いたらいいやぐらいの精神だから、ちょっとあれがあれかも。お昼時だしね。うん、お昼時だからね、仕方ないよ、仕方ないよ。早くカレーつかないと寝ちゃう。ねね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 何の根拠もないけど、お互いねお互い1ミリも。しかもマネージャーさんに輸送時間何時ですかって聞くのとも聞いてこなかった。あ、エビか、サイドメニューエビか。そうだよね、なんかエビかもみたいな感じだったもんね。そっか、エビか。誰かにあげないと。あ、いや、私が頼んだやつじゃなくってね、普通にそう、新メニューの情報を見てただけ。そろそろだと思って、時間的にマネージャーさんと別れて5分ぐらい、5分も経たないで配信始めたから、ちょっとフライングしてみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。
お水持ってきてくださってた、優しいよね。ということで拍手、カレーが来たぞ。店舗名とか書いてないけど、チーズトッピング豚しゃぶクリームコロッケチーズトッピング、デリバリーさん、いや今のはねデリバリーさんじゃなくてね、マネージャーさんだよ。やった。嬉しい、嬉しいよ、嬉しいすぎるよ。やった、カレーが来た、カレーが来た。カカ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 レー。カカ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 レー。カカカカカテーブル拭いて。ちょっとこれね、絶対汚すからちょっと時間のようにこう拭いて、ここはして、ちょっとこっちに傾けたら、私がここでこうやって食べる。完璧。せーの、いただきます。いや最高すぎる。え、どうしよっかな、どうしよっかな、うわ最高すぎる。私クリームコロッケトッピングしたの初めて、嬉しい。クリームコロッケ記念日今日は。いただきます。うん、あー最高すぎる。本当に急にカレーがあってよかった。うわマジで本当に嬉しい。ありがとう、私を救ってくれてカレー。うんふん、カレーを作った人に、なんかと話したいな私、ね、うんふん。え、しかも私昨日カニクリームコロッケをずっと検索してたばっかりなの。これ美味しい。いただきます。サク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 、うーんうーんうーん、幸せとろける。うーん幸せとろける。幸せサクサク、うん、ダメだ今日頑張れる気しかしない。なんかすごい、嬉しい。いや私なおさら本当に本当に私なおさらカレーが本当に本当に本当に、うんうんうん、本当に私つくづく思う。なんか
よくか分かんないけど、好きな人のタイプはとかあるじゃないですか。私はね、カレーが嫌いじゃない人だと思う、多分。で、嫌いな、そのタイプはカレーが嫌いな人かも。でもそれはなんか人として嫌いっていうより、もし今後ずっと一緒にいるってなったら、もうちょっと悲しいなって感じ。だから今これ見てるカレーが嫌いな人は、え、ってことは僕、私ユミリンから嫌われるのって思うかもしれないけど、いや、なんか嫌いな人のタイプとか言うけど、別に嫌いなわけじゃなくって、ただなんか衣食住を共にはできないと思うっていう、なんか高度なラインなだけで、全然あのお話し会とか来てくださいね。衣食住を共にするとか関係なしに、普通に人として好きなタイプの人は、なんか、すごい自分のことだけじゃないくて、ちゃんと周りのことも考えてて、はなんか挨拶をちゃんとする人で、人の気持ちを考えようとする人で、なんかお掃除上手だったら嬉しいな。嬉しいね。なんかちゃんとお掃除できるとか、お片付けできる、ゴミをちゃんと捨てられる人、当たり前のことかもしれないけど、なんかやっぱりゴミを道に置いてきちゃったりとか、する人もいるわけじゃないですか。うん。そうじゃなくって、本当ちゃんとゴミはゴミ箱に捨てられる人。なんかやっぱりいろんなね、広島と東京を往復してたりとか、いろんなところに行って、ごめんね、私髪の毛しか見えてないんだけど、いるんだけど、そのいろんなところに行くと、いろんな人と出会うのもそうだけど、いろんな人が目に入る、自分の知らない人とかでも、時になんか人数が多い分、やっぱりそういう人もさ、いるわけじゃんね、人数が多いところって。だからなんかすごい、なんか
ういう人とは仲良くなれないのかもしれないなって今は思う。そういうね、なんかルールが守れない人とか、やっぱりみんなさ、コメントとかでもさ、すごいいいこと言ってくれてたりとかさ、なんかいっぱいコメントしてくれたりとかさ、なんかいいことが書ける人、いいことってなんだろうって話なんだけど、なんかあ、いるんだけど私ここにあのなんか本当にその文字を打つだけじゃなくって、口から発する言葉も綺麗なんだろうなって思う、ね、本当にそういうのって全部自分に返ってくるよねって思う。あー最高すぎて、本当にトッピングしていいよって私がずチーチーチーって言ってたら、チーズポチって押してくださったマネージャーさん、本当に神様。美味しいけど、なんか無限に食べられるんじゃなくって、ちゃんと全部食べたらしっかりお腹いっぱいになりそうで嬉しい。なんか飲みたくないもん。あ、このね、お水をね、お水を置いていってくださって、すごいなんかこうなってるから顔が伸びちゃう、顔が伸びちゃう、ちょっと変な、いやー本当に華麗って、いやー私カレー屋さん、カレー屋さんになってなんか元気のない人を救いたいな自分の作ったカレーを食べてもらって、なんか元気を出してほしいな。元気出しカレー。一人
リエじゃん。そうだよね、キタリエさん。そう、あれは期間限定なんですか、キタリエさんのカレーは。結構いろんなメンバーさんがね行かれてましたよね。めっちゃ美味しそうだった。あれは期間限定なのかな。みんな詳しそう。なんか私調べたんだけど、自分の調べ、充電が 20% になっちゃって、みんな見てる私のこと。え、もしかして切れたって気づいてない？気づいてない？気づいてる？よかった。私がずっと画面の外にいるし、たまに無言になるからさ、時々わかんなくなるよね。ごめんね、紛らわしくって本当に止まってないのに、ただただ言葉が途中でね、変なとこで止まったりもするし、ごめんね。お洋服にこぼさなかった。こぼさなかったよ。偉いでしょ。でまだ完食してないから、ちょっと一回休憩。ちょっと待ってね。こんにちは。スザ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 
ツタ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 ツ判明。9話ね。え？あなたは七回撃たれた狼だ。あ、ヴィヴァン、そうそう、ヴィヴァン、ハートかな、ハートかな、パッパッパ、発芽玄米。福神漬けが嫌いな人はどっちでもいいかも。全然私が食べる、あげるって言われたら全然食べる。らっきょうが嫌いな人もどっちでもいいかも。いらないからあげるってやったらありがとうって食べる。エビが普通に好きだったら嬉しいな。普通に超好きだったらなんか申し訳ないから、あのエビチリとかさ、なんかね、そんなに頻繁に一緒に食べられないじゃん。だけど嫌いじゃないけど食べれる人だったら、なんかの料理にエビが入ってたらあげられるし、ホタテも別に嫌いじゃないけど食べられる人だったらあのあげるし、逆になんか以外のものが嫌いだったら全然私が食べる。みんなと嫌いな食べ物あるの？嫌いな食べ物はありますか？言って、何が嫌いなんですか？みんな納豆、わさび、コカコレ、あ、アレルギーはね仕方ない。ネギ、グリーンピース、メロン食べると色が意外、それはアレルギーですね。検査しましょう。ひじき、納豆と梅干し、レバー、いっぱいいっぱい嫌いなものやあるね。ごぼう、コオロギ、トマト単体、あ、あのケチャップだといけるとかのやつね。
パクチーとラッキョウ、あ、私めっちゃパクチー大好き。パクチーサラダとか食べる、うん、虫以外何でも食べます。玉ねぎ、きゅうり、なんだろう、生、なんだろうな、生肉、生だかな、牛乳、はい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 、あ、貝類、はいはいはい、あ、生の、あ、ナス、ピーマン、レバー、レバー多いな、そうか、レバ刺しもダメ、シレバ刺し好きだな、レバニラは、うん、ちっちゃい頃あんまり好きじゃなかったけど、でも別にあんまり好きじゃなかっただけで食べてた、うん、かな。なんか世界で一番臭いとか世界で一番苦いとか世界で一番まずいとかなんかそういう激なんちゃらを食べたことがなくって、なんかいつか食べてみたいな、人生経験として。それはなんかロケでなんかそう食べてみたいな。あーでもなんかあれだな、芋虫すりつぶすとかをちょっと本当に多分キラキラしちゃう芋虫すりつぶすチャーリーとチョコレート工場なんだけど、なんかあんまりまずいものってさ人生食べなくない？なんかヘアメイクさんとかスタイリストさんとかでいろんなご飯屋さんとかに行ってるのを聞くんだけど、たまになんかここのお店がすっごいまずくって、でもなんかその連れて行ってもらったところ、先輩とかにかな、だしカウンターだし残せなくって、なんか無理やり飲み込んだとかっていう話を聞いたりするの。でもさ、そんなさ、そんな経験がなくって、私よく続いてるよね。で多分それはなんかまずいっていうよりお口に合わなかったんだと思うんだ。その味が好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いだしみたいな、その食品の好みじゃなくて味の好みとかもあるじゃん。そういうのもあるのかなって思いながら、激まずみたいなの、お店で食べたことないな。お店の料理大体おいしいもんな。自分で作ってもそんな激まずだったことないかも。そんな難しいことしないから、炒めて塩コショウとかだから絶対おいしいじゃん普通に。炒めて塩コショウでさ、まずいことないくないね。だからそう、安パイを取ってます。
いカレー、あーないね。でもやっぱ自分の嫌いな食材とかが入ってたらちょっと無理かも、うん、私ね、私も、うん、あ、ギリシャ料理の店で、まあそうだよね、だからその味付けの好みだもんね、もうね。プロロロロロロロプロロロロロロ、メンタマルちゃんかな。ねえ、みんなメンタマルちゃん見て。あのね、キョロちゃんのキャラクターなんだけどね、メンタマルちゃん、キョロちゃんですね、調べたらね出てくる。メンタマルちゃん、私が好きなのキョロちゃんの中で一番好きなメンタマルちゃん。メンタマルちゃん声めっちゃ可愛いし、めっちゃいい子なの。いつもランドセル背負ってて、おならがね、バラの匂いがするんだ。めっちゃいい子なの。ロロ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 ロ、伸びたな。渡す。そう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 。パスワードを知れちゃうぐらい頭が回らない。翼が必要ですか。そうだ、確かに翼も必要。でもさっきメイクさんとね、翼ってさ元気出る、どれぐらい持つって言われてそう、メイクさんももうね、そうバタバタだから、そう朝から一緒で、でね、私もこの時間ちょっと空くけど、メイクさんもねこの時間ちょっと空くからね、そう何時間持つって言われて、もうね、ちょっと一刻も早く休んでほしくなるよね、そんなこと言われたら。あんまり何時間持つとか考えたことなかった。翼を飲んでて。
ね、そんなお薬じゃないからさね。スタこの前衣装が私服衣装って言って作った衣装じゃなくって市販のお洋服を自分の私服じゃないけど市販のお洋服を用意してもらってそれが衣装っていう時があってとかまあスーツねあるんですけど、でその時にそのお洋服を1日着るし少しなんか動く時だったんだけどそれなんかワンピースだったのかな、なんかやっぱり袖丈が足らなくって、でねここでボタンだったのだからもうあのねここでボタンだったらなんか多分手つっかえる人あるあるなんだけど、この手伸ばせないのよ、こうここ手首の太さがさ続くわけじゃないじゃん、だんだんさ肘に向かって人間はだいたい太くなっていくでしょ、だから手首の太さでの袖がもうこの辺でつっかえちゃうの、だからもう腕が伸びなくって、でね私無謀の洋服もそうなの、無謀のやつもあれその一から布から作ったお洋服じゃなくってもともとあるお洋服にこの布をひらひらを渡したりとかしている衣装なんだけど、だからもともとあるシャツワンピとかなのかな、だからあれも袖が足らなくって、でもこんなことするからもう腕伸びないと何にもなんないじゃんでしかもその時は本当に時間がなくって、もう発表した次の日に MV 撮ったから、あの白い服も朝着たの初めて、そう朝っていうかその撮影始まる前に着たの。だいたいお洋服ってフィッティングって言ってなんか1日前か2日前にこのお洋服着るけどなんか本当にサイズ感大丈夫かなとか、その自分のお洋服でオーダーメイドでねその一から作ってもらった衣装でも本当にこれで着れるかなっていうのでその事前にお洋服着るんですよ。でそれでちょっとじゃあお腹の部分がちょっとなんかねスカートが落ちてきちゃうからちょっとねここ詰めようかとか、なんか首がちょっと苦しいからちょっとじゃあ首のところもっと開けようねとか、そのちゃんと自分になんか合ってるかな、これで踊れるかな動けるかなみたいなのとかをやったりするんだけど、無謀の時はもう誰も彼も時間がなさすぎてきっとそう当日に来たんだけど、やっぱりなんかうみたいな感じになっちゃって、でももうこれよりも その腕が長いお洋服がサイズがなくって、だからその時はボタンでさこう留めるじゃん、それをボタンでボタンでこう難しいな、ボタンでこうここにボタン止めるじゃん、それをここで縫ってもらったの。そしたらこの分そのゆとりができるじゃん、そうだからってことは
この分この輪っかがもうちょっと広がるからもうちょっと先まで行けるようになるんです。それで私はその袖丈が足らないっていうことよりも腕が伸びないことの方がこの踊りにとってはもう致命傷じゃないですか。だからそのそう急遽縫ってもらってるんです。あ、でね、そのなんかこの前のやつもなんか踊ったとかじゃなくて動くから、そのでやっぱりここが突っかえるから、でもなんか MV の時の話なんですけどってここをこう縫ってもらったんで、そのこうやって縫ってもらったんで縫えますかって言ったら、その時のメイクさんがここさあゴムにしてもらったんじゃないって言われて、あのねこのちょっと私説明下手くそすぎるけどちょっと最後までついてきてね、こうやってボタン止まってるじゃん、それをここで縫うんじゃなくってこことここをゴムで止めちゃったから、そういうお洋服あるじゃん、袖がそういうお洋服ね、だからよりその腕のところがもうめっちゃ動きやすくなったの、それで感動したっていう話そう、今日その考えなかったと思ってね、すごいよね、素敵、いやすごいよね、ファスナーにしてる人もいたり、いやなんかファスナーっていうかファスナーにそうなんか布を足して広げる、それは布がないとダメだから、なんか時間があったらそのそういうことはできるんだけど、私たちのそういう時ってもうなんかこの朝に着ないといけないとかだから、布をじゃあ同じ布を探しに行ったりとかなんかいろんなことをねしてる時間もないから、その限られた時間の中で限られて今持っている道具の中でどうするのかみたいな感じなんですけど、もうめちゃくちゃもうなんかプロの人ってすごいなって改めて尊敬しました。やっぱりプロってプロなんだっていうね、安全ピンでなんとかしたっていうエピソード、それは多分お洋服のサイズがでかくって、例えばそのちょっとなんかブカブカすぎちゃうとかでその洋服をちょっとちっちゃく見せるみたいなのとかはよく安全ピンとかでしてたりしますね。でもそう私の場合丈が足りないっていうことは純粋にお洋服がちっちゃいので、それはもう何かを足すか広げるかしないとダメなんですよね。長さに合わせたら、そう、しかもなんか私それですごいうちのその袖丈を気にするようになって思ったのが、意外とサイズが変わっても袖丈が変わらないお洋服ってなんかサイズ表見てるとめちゃくちゃあって、例えば浴衣ってねフリーサイズが多いんですけど、サイズがある浴衣もあるんですけど、でもねなんか袖のサイズ袖丈が変わんなくって、その縦の長さが変わるだけで、ここの長さがここの長さがなんか変わらないみたいなのも結構あって、そうで私結構浴衣はやっぱり足りない方が多くって、だからそれってどういうことなのかってめっちゃ思った。
前剃りするの大変。できないできない、前剃りなんてできない。もうこの辺とかだから、こう曲げて、でも曲げたらここが空いてるからさ、ここから肘出ちゃうんだよね私。そうだからね、いつか浴衣のオーダーメイドを作ってもらうのが夢なの。ちゃんと自分のその袖の長さに合うようなね。でも私なんかみんなそういうもんだと思ってたの。浴衣ってみんなこうやってやってるけど、あれってめっちゃ頑張ってこうやってやってこうやってつまんでるものだと思ってたら、なんかそう私ずっと思ってたんだよね。そしたらなんか違った。ばっかりじゃないんですよ。だからかそうなんだよね。この長袖サイズだけじゃなくて半袖サイズとかも、なんか私めっちゃもうこの辺で終わっちゃうのに、他の子が着るとなんか肘のところまであったりとか、でも そっちの方が可愛かったりするのよ、お洋服によっては。だからそう、あれこれ想像してたのとちょっと違うってなっちゃったりとか、そう結局なんか腕が長いか短いかとか長さとかじゃなくて、着た時に似合うかどうかが一番なんか大切だと思ってるから、私もちゃんと自分に似合うね洋服を見つけたいし、なんか海外のブランドとかってでも割とその辺しっかり作ってたりもするから、そういうお洋服ちゃんとしたところねとか買えるように頑張ります。その前に私はスマホを変えたいので頑張ります。スマホのこのこの歩いたりしない、スマホ、うんうんうんいや私卒業しても髪染めないだろうな。でも染めたらきっとなんか仕事だからそういう多分仕事だから思って、染めないって言ってたじゃないですか、なんちゃらじゃなくって、そうプライベートでは染めないって言ってたから、プライベートではないんだろうねって思ってもらえたら。ねえ、ここでさ、私いつも配信しない時間にしてるからさ、もしかしてさ、私のことあんまり知らない人とかさ、インスタとかツイッターとかさ、フォローしてない人いたりする？今さ、インスタフォローしてくれたりする？めっちゃ、すごい、率直なお願いだった今。めっちゃおもろい。もう いつもましての人はもうそう、もうずっとそのままでステイ。滝野由美子っていう名前でインスタもツイッターもやってます。なんかインスタがね、これみんなには見えないんだけど、あのね、もう少しでねみんなから見える数字が変わりそうなの。今でもね、こうやって言っててね、あんまりそうなんで、
きさ動いてくれる人って本当にそんなにいないから、まあなんか気を向いたらで、気を向いたらでね、いいよ。そっか、じゃああんまり私のこと知らない人は見てないってことですか？ですか？勇気で、それはそれでなんか嬉しいね。私のことを知ってる人たちがいっぱい見てくれてるのも嬉しいね。それはそれでなんかどっちにでも嬉しかったね。よかった。なんかどっちでも嬉しい道が一番いいよね。誰も幸せにならない道じゃなくない方がいいよね。ね。ありがとう、ゆずみさん、嬉しいよ。ありがとう、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 ありがとう。ハートかな、ハートかな、ポッポッポ、ハートごめんまい。はい、内緒だよ、内緒だよ、余計に君を私のことを、結構難しいよね。鬼レンチャンでもさ、そう、本家様が歌ってたけどめちゃめちゃ難ね、このこれ見たけどやっぱり難しそうだったな。そうだよね、難しいよね。意外と高低差あるからね。私眠たくなってまいりました。多分カレー食べて、カレー食べてちょっとお腹いっぱいになって、私眠たいかもしれないってなってるのかもしれない。いいこと、とってもいいこと。みんなも配信してる。いやだ、かわいい。ドライヤーしてるんだけど、これすっぴん？綺麗すぎんか？ドライヤーしてるんだけど、どういうこと？今入ったの？かわいいな、かわいいな。あ、ドライヤー一緒かも、色違いかも。私それの色違いかも。どうだろう、推しメンがさ自分と同じやつ使ってたら嬉しくない？ふとしたその恋にじゃなくって、自分が真似したとかじゃなくってさ、なんかふとした瞬間に同じのものを持ってたりとか同じものを使ってたらさ嬉しくない？それ一緒なんだけどってなんか嬉しくないね、いいよね。私今月32ゴールドなくなる。
加減うまい。あ、それあげたやつだったら嬉しいね。嬉しい、それは嬉しいね。さらにあれだよね、なんかそれを自分しか知らないっていうのはちょっと嬉しいよね。推しメンと2人だけの秘密、まああれを言ったらスタッフさんも知ってるんだけど、でまあさ、スタッフさんってさ多分みんなのこと知らないんじゃない、そういうのを見てるさスタッフさん。なんかマネージャーさんとかお話し会の後ろにいるスタッフさんとかはさ、なんかもしかしたらみんなのこと知ってるかもしれないけどさ、こういうさやつをさ見てる方ってさ、なんかみんなのさこと知らないじゃんきっと深くまでだからさ、なんかいろいろ知ってるの私とそう別のあなただけだよねって。これは寝れる。私これでこう横にズリ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 ってなったらみんなもう3分間数えてね、ちゃんと3分数えて配信が終わったら終わりだから、今日はごめんね、壇上にいる方とかそんな終わり方したら多分壇上読めなくなっちゃうから先に謝っとくね、ごめんね、ごめんなさい本当に申し訳ないです。いい昼だ。でもまだまだ頑張るぞ。おお。今おおって言いながら足の指を上げた。みんなには見えないけど、私も見えないところで頑張ってるよ。足の指が、親指だけじゃなくて全部の指がおおって言った時におおってやってる。足の指も頑張ってる。足の指、頑張れー。おお。横になってるけど起きてるからちゃんと。ちゃんと起きてるんで安心してください。安心してください。起きてますよ。
あ、誕生日まであと10日。え、ありがとう、嬉しい。26歳の抱負はあと10日で考えます。私25歳の抱負は何だったんだろうな。抱負って聞く思い出せないからさ、いいよね。いいあまり個人的な抱負言ってないな。グループの抱負とかいっぱい言った。そうだな。でも10枚目シングルで毎回M ステに出たいよね。出たい。歌コンも出たい。あとはストリーズも出たいな。ね。ふわ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 。
ティッ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 ティラーティッ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 ティラーラないよ。眠たくないと言ったら嘘になります。事務的なコピーして、あ、これか。え？どういうこと？ん？これかな？えい、パスワードが違います。これかな？え？違う！なんかパス、あ、なんか登録なのにパスワード、パスワードが違いますって。でも、
元気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 うわぁ待って何にするか。うわー面倒なことになった。してペーストちょっと待ってね。
あ、配信中。ゆみくが横で寝とるよって言われたけさ、私はこっち行っていいですかって言ったの。お疲れ。え、まず右肩が。ね、どうしたん。おやすみ。配信してる。でもね、私ももうね、本当にね、寝落ち寸前でね、もうね、あのね、あ、これね、プレゼントのところからね、持ってきたね。そうでしょ、なんだけど、これね、こっちね、こうやってね、30分ぐらいしてたの。配信で。うん。目開けてるよ、ちゃんと。そう。そう。けどちょっと違うね、業務連絡が来てね、あのね、そう、目が覚めたの、ちょうど。集合時間を間違えてきたい。あ、え、マジで。え、だってココはさ、え、でしょ。そうよ。え、私はなの。あ、そうなの。そうだけど、あれさ、うん、なに。いや普通にもう私らもう手話みたいなのともう口の形じゃったじゃん。ね、これからどこに行くとかね、この時間にとか言っちゃうとね、特定されちゃうとね、鉢合っちゃうからね、何のこと。そう、内緒話でした。しても間に合うね。まあそうだよね。そうだよね。そう。ちょっと業務連絡中です。
なんでテレ朝って EX っていうの？あ、なんて呼ばれてるのかルーツを検証してみた。コールサインと呼ばれるものに隠されています。そうなんだ。MX も同じだね。あ、東京 MX？ そうなんだ。すごい、みんな知っててさすが。あ、サンテレビ阪神18年ぶりあれを完全生中継。あれ、
あれね、そう、あれね、あれね、あれね、ちょっとここはちゃんにこれをかけようかな、ちょっと上げてきます。30分ぐらいまったりしちゃおうかな、何もせずに、うん、あ、私靴下じゃないよ、メリキュットです。私が履いてたのは今、残念でした。
1万人。そう、これね、いつの間にか人じゃなくなったのよ。私は1万パワーと呼ぼうかしら1万パワー。1万パワーもらいました。パワーありがとう。このパワーは皆さんからの視聴コメントギフトでパワーがもらえます。どれぐらいがどれぐらいなのかは誰も知りません。いや、ショールームの人は知ってます。はい、知ってます。キノコ元気の子、キノココ、キノココ、キノキノコ、キノコの子の子元気の子、松田明け春雨豚しめじ、キノコの子
この子元気の子エリンギ松茸ぶなしめじきのこ元気の子おいしいきのこきのこつんちゃ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 きのこのこのこ元気の子まつたけまつたけぶなしめじぶなしめじはぶなしめじなんだよね。そう謎だろうね。謎だろう。なんなんだろうぶなしめじ。キノコのこのこ元気の子。キノキのキノ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 コ。キノコのこのこ元気の子キノキのキノキノキノコキノコのこのこキノキノコキノキのキノ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 コキノコのこのこキノキノコキノキのキノ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 コシングループしてたわけじゃなくて私が私にループしてただけです。ご安心くださいませまず。そうね、一見知らない人が見たら自分のね配信そうループしてるのかなって思う人、私が勝手にループしてるだけだから心配しないで。そしてこのキノコも終わり、明日からシルバーウィークキャンペーンが始まります。全部シルバーなのか、すごいな。優勝、シルバーウィークも優勝だって。優勝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 。 SW シロ、 SW の大天使、 SW タコ、 SW も優勝、SW エンジェルクマ、SW ダルマ、SW ハート。あ、SW ハートは無料です。期間中に5回獲得のチャンスがあります。
つんちゃつんちゃつんちゃつんきのこ、おこのこげんきのこ、きの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 こ、きのこのこのこげんきのこ、きの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 、私は最後にみんなきのこの洗脳の沼にハマらせようとしてるの。そんなこんなです。45分ぐらいに終わろうかな。早めに終わろう。こんなにこの時間配信できると思わなかったからありがとう。みんなもカレーも、みんなもカレーもありがとう。みんなもカレーもありがとう、ありがとう、ありがとう。知らないし、そんなにみんなと話せたかもしれないし、寝るのはね夜できるけど、夜は配信できないからね。12時過ぎちゃうと。すごい隣で、レッドブルって何時間持つのって言ってたメイクさんがずっと喋ってて、すごい凄すぎる。
スス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 。いてくれてありがとう。ありがとう、ありがとう。そこそこだわ。そこそこのそこそこだ。そこそこのそこそこだわ。お仕事中とかに、ついでに見てくれてありがとう。配信頑張ってね。ありがとう。でも、45分くらいに、あと10分くらいで終わるかな。このゆったりした長い時間も。そろそろ終わりです。そろそろ終わりです。ありがとう、ありがとう。ありがとうね、ありがとう。ありがとうございました。これからなのに、また眠たくなってきちゃった。いかんいかん。あ、ちょっと足しびれたから、ちょっと遠くに行くな。私、探さないで。遠くに行くけど、探さないでね。Thank you.
寒くなって言うですか。これが上着羽織ってるの私今。だから全然。全然大丈何もしてないようだけど、私その今めっちゃいろんなことをが進んでて、そう配信の外でやるやって話なんだけど、でも配信してなかったら私きっとこの時間寝ちゃってたから、そう私を起こしてくれててありがとう、生かしてくれててありがとう。この2時間ちょっとはそう私にとってすごい有意義な時間になりました。そういろいろなんかいろいろ終わったり進んだり、そうはかどったし、そういろいろはかどりました。ありがとうございました。ということで、じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。ごめんね、いっぱい付き合ってもらってありがとうございました。みんなもね、仕事中とかで声だけ聞いてるよって方もありがとうございました。私を起こしてくれて生かしてくれてありがとうございました。本当に良きでした、良きでした。じゃあ13位読みます。13位、ひろぴーさん、ありがとうございます。13位読みますって言っちゃった。男女読みます。13位、ひろぴーさん、ありがとうございます。12位、ひろひさ鈴木さん、ありがとうございます。11位、おいでませ元気さん、調査来みこーし、ありがとうございます。10位、くまねパパさん、ありがとうございます。9位、ひろかずさん、ゆめににがちこいちゅうプレゼント受け取ってくれたかな。まだ受け取れてないな、ごめんね。ありがとう、楽しみにしてます。多分届いてはいるんだもんね。ありがとうございます。8位、おっくんさん、ありがとうございます。7位、ケンジ部長さん、ありがとうございます。6位、おりちゃんさん、ありがとうございます。
5位笠置さん、ありがとうございます。4位秀様さん、ありがとうございます。3位コージさん、デトクルー、ありがとうございます。2位デトクルさん、ありがとうございます。そして1位はコラさん、仕事中で声が聞けません。かよことエミリーシート申し込み済み、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、やっほー、さっき見てた、見てた、私も見てたよ。ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。そう、最後にちょっとした声ゲストも来てくれました。かわいい、見てたって言われた。私もさっきまで見てた。お家で配信してるのも、車移動中で配信してるのも見てたし、このあと来るのも知ってたから、ふむ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 って思った。このタンタンタンメン、このタンメン、そうでした。今日の夜はだからこれだけ長く配信したから、今日の夜はないかな。明日の夜もないかな。明日もし配信があるとしたら朝しかないんだけど、まあ9割ないです。朝5時からとかに配信しないといけなくなっちゃうので、はい、ないです。はい、はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさいじゃない。いってらっしゃい。行ってきます。バイバーイ。ありがとう。